皆様こんにちは、伊藤キンコングです。今日はシューマイご紹介していきます。で、あのシューマイに使うお肉といえば豚ミンチですよね。シューマイとか餃子とかは豚のミンチをよく使うんですが、今日はめちゃくちゃヘルシーにこれでいきます。鶏むね肉、これで作るとシューマイがめちゃくちゃヘルシーで、さらに匂いもなく美味しい。今日ね、こちらぜひ覚えていただきたいと思います。やっぱりね、あの餃子はお家でよく作られると思うんですよ。ただシューマイってそんな作らないと思うんです。あの買ってきたりとかね、冷凍のシューマイ買ってきたりとかすると思うんですけど、こうお家でね、本当に簡単にできるので、ぜひ献立に入れていただきたいと思います。はい、じゃあ材料いきましょう。まず鶏胸肉です。 240g、 まあ1枚分ぐらいです。シューマイの皮、はい、中の具材には玉ねぎと生姜入れます。その他、調味料が入っていくという感じでございます。全然難しくないのでね、いきましょう。今日中に入れる野菜は玉ねぎだけです。はい、玉ねぎは3ミリ角ぐらいで、あえて食感残します。で、今日のポイント、鶏の胸肉です。はい、皮外します。はい、まあもちろん包丁で細かくしてもいいんですが、今日は機械で細かくしていきます。はい、鶏皮はめちゃくちゃヘルシーにしたい方は入れなくてもいいと思います。違う料理に使ってください。でね、そこまでそのヘルシーとかにこだわらないっていう方は、細かく刻んでね、入れても、あの具材として美味しくなると思います。僕入れます。鶏胸肉入れていきます。はい、これで簡単にミンチになります。まあ、もちろんね、あの鶏ひき肉使ってもいいんですが、あの結構高いでしょ、鶏ひき肉って。いや、胸肉ってね、かなりねお安く買えるのでコスパいいと思います。はい、今日はここに鶏皮入れてしまいます。はい、さらに玉ねぎも入れます。ここでシューマイのポイントですが、シューマイはこのあんに、しっかりと味をつけます。で、それのベースになるのが、このね、練りの鶏ガラ、ウェイパーとかシャンタンとかあると思います。はい、これ入れます。小さじ1/2杯。そしてこれもポイントです。お砂糖入れます。小さじ 1.5。はい、お砂糖はあまり餃子には入れないと思いますが、シューマイには入れてください。ここに塩コショウで味付けます。コショウは思っているより少し多めの方が美味しいと思います。はい、オイスターソース、さらに醤油入れます。生姜一かけすり入れます。これチューブの生姜でも大丈夫です。シューマイを食べた瞬間、このもちっと刺したいので片栗粉入れます。はい、すべてのね材料が入ったら、あのよく混ぜてください。混ぜるだけです。でですね、これだけでもいいんですが、ここにこのラード、これある方はぜひ入れてください。大さじ1杯分ぐらい。で、ラード入れると、これあの豚の油なんで、よりシューマイがね、あのしっとりします。そしてコクが出ます。いろんな料理に使えます、こちら。僕は持ってる方がいいかなと思います。今回入れました。はい、あとはね、このようにシューマイ包むだけです。で、あのシューマイって包むというか、あの包み込むというか、もうちょっと縁についてるだけでしょ。だから、あの餃子よりめちゃ簡単です。じゃあ簡単にいきましょう。シューマイの皮あります。じゃあちょっと種をこう尖らしてのせるじゃないですか。で、ちょっと包みます。
包み込んで持ち上げるね。持ち上げたらくしゃくしゃってなってるでしょ。これをこう指の先でこう回します。で割り箸の上でちょっと押す。ほらこれだけ、めちゃ簡単でしょ。はい、こんな感じ。包んで4箇所ぐらいぐぐっと押しますね。でスルッと持ち上げる。で持ち上げた時に少ないなと思えば足していいです。でくるくる回して整える。ほら簡単、めちゃめちゃ簡単。これはね、あの餃子より断然早いですよ。はい、もうあのこう持ってもいいですよ。持って置いて、もうね、早い人はねこんな感じでやっていくんじゃないですかね。中華のシューマイ屋さんとかこうやってるよね。ではね、あとはシューマイ蒸し焼きにして終わりです。フライパンと蓋をご用意ください。いや、まず、冷たいままでいいです。サラダ油大さじ1杯ぐらいいきます。ではこのままシューマイ並べていきます。あの蒸し器とかも大変でしょ、用意してとか。持ってない方もいらっしゃると思うし、なのでね、あのフライパンでできますよ。あまりキチキチにするとね、くっついちゃうんで、こんな感じでいいでしょう。はい、のせたらお水用意しておきます。はい、これで火をつけます。まずは強火です。はい、でね、この音です。マイク拾えてるかな。ちょっとジューって音してくるでしょ。うん、ジューって。うん、はい、この音が来たら火を弱めます。これぐらい、中火。うん、中火ね。はい、あの高温でお水バーって入れたらブワーって跳ねるじゃないですか。危ないんで中火の弱火ぐらいかな。はい、で蓋を持ちのお水入れます。はい、 50cc ぐらい。これで蓋、はい、これで蒸し焼きにしていきます。今の6分経ったので蓋開けます。だいたいね、水がなくなったら開けたらいいと思います。いいかな。あの、せっかくね、フライパンで焼いたので、蒸すとはまた違うね、少しね、焼き目をつけるとね、いいと思います。見てみますか。ほら。美味しそうでしょ、いい色。はい。はい、これで、じゃあ盛り付けていきましょう。はい、そしてからし醤油ですね。練りのからし。はい、練りからし。お好みです。酢醤油でもいいし、からし醤油でもいいと思います。今日は醤油でいきましょう。はい、これで鶏むね肉で作るめちゃくちゃヘルシーなシューマイ完成。感じ。いいでしょ。カリッとっていいじゃないですか。はい、じゃあ食べましょう。いただきます。まずこのこっちからいこうかね。こっちの方が見やすいかな。ちょっとからしをつけて。はい、いただきます。ご飯持っていこうか。うん、めちゃくちゃね、これ柔らかいよ。うん、おいしいよね。で、お米に、うん、お米にも合う。うん、あ、美味しい。めっちゃ美味しい。美味しいよね。うん、からしたっぷりつけて、これね、このカリカリの部分が本当に美味しい。ちょっとバウンドですよ。こんな感じで、うん、絶品。これだけ簡単にできて美味しいってのは最高だと思います。今日はね、20個弱ぐらいだったんですが、全部の量を多くして、たくさん作って、冷凍できます。
で、冷凍するときは、もう焼いてしまっていいと思います。この状態。この状態で、バットに並べて、粗熱取ってください。で、取れたら、ジップロックとか袋とかに入れて、保存袋に入れて、冷凍庫に入れとけば、電子レンジで温めて食べることができます。まあ、そうするとね、お弁当とか、ちょっとおかず一品欲しいなとか、いうときにね、わざわざ冷凍のシューマイ買わなくても、これ食べれるので、もうめちゃくちゃおすすめ。冷凍シューマイってこれですからね、この蒸した状態を瞬間冷凍してるだけなんで、まあ同じ状態ができるので、ぜひ、たくさん作ってみてください。巻くのも案外簡単でございます。はい、本日もご視聴ありがとうございました。今日は、鶏胸肉で作るヘルシーシューマイでございました。今日の動画が参考になりましたら、ぜひチャンネル登録と高評価、通知ボタンのよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。イートキンコングでした。バイバイ。ぜひおうちご飯美味しくしてください。さよなら。